森林会の大浅で,でございます本日2022年の6月18日午後5時30分を回ったところですそれではまず最初に弥勒の約束手形さんの動画検証をいきたいと思うんですけどもまずは何からしようかなっていうことなんですけどまずこの動画により警察がどこの沢を捜索していて えー、どこを、えー、あこういう理由により、えー、探していないかとかその辺ね、えー、が分かってきました、えー、分かってきちゃったんですよ私はですね、えー、ここをですねいろんな角度から見てきてますからあの現地に行ったおそらくですけど弥勒さんよりも、えー、雰囲気がつかめてるんじゃないかと思いますで一つ驚いたのは 東北とか北陸,北陸の山より、えー、チョイスポと呼ばれる、まあ、1 0ル未満の崖がです、ね、少ないです。そして崖のあるポイントが比較的里に近い林道に近いところに、えー、ありました、あのー。こちらの方の山では逆なんですよね。上,上部の方にこそチョイスポみたいな、えー山えー、岩肌のものがあります。それはですねもう えーまあ、私の住んでいるところ平地で2メートルから3メートルですから山だったならば、まあ、多いところで7メートルぐらいの,その積雪に見舞われますじゃあその7メートル積もっているところの雪というのは春先にどれぐらいになるかというとも,うものすごい重さになります。 え水を含んだ雪が重さ、そして山を見れば、ですね至る所で平を吸ってます、こちらの方言ですけど、平するっていう、まな雪崩とはちょっと違う、その辺の土砂とかそういうものをすべて、腐葉土をすべて剥ぎ取るわけですね、だから簡単に滑落するんですけども、滑落するようなチョイスポンがですね、山頂付近にあるんですけど、全くほぼない。 ミノクさんの動画を見るとほぼないです。だから私の想像とは、えー、そこが一点大きく違いました。それ以外は大体想像として合っています。で、規制性のポイントとか、えー、これからご説明していきますけど、おそらくです。あのうん、となぜおそらくというか かというとおそらく弥勒さん自体が、えー、土地勘がないですしおそらく GPS データとか確認しないで入ってるもんだからだから勘違いの部分があると思うしで本人が言っているそのところが合わないんですよね、えー、この沢の地形図と全然合わない合わないから、えー、ここだろうなと。 でだからここだろうなって私が今発表するやつが正しいなとかああ合ってますねって思うのは山梨県警だけですこの動画を見ていて山梨県警のこのどこに貼ってるかだから弥勒さんに電話してきた人がもし本当に山梨県警の人だったらその人は知らないだって都市間も知らないで電話してきたわけでしょ、えー、都市間も規制線の貼ってる場所も知らないで、えー、出てきた人ですからあの知らないと思うんですよね ね、ヒントは2箇所あるんですその、えー、二銅が消せっつった赤い線香フラッシュがパッパッパッパ言いってるやつあれはですね獣よけかもしくは、えー、そのあれですねあの うんと動画撮影ですね、そこの現場に来た人を、えー、モーションセンサーみたいなもので、えー、野生動物をです、ね、観測する装置みたいなもので撮るっていうやつかもしれません。まあ、どっちも込みでやってる可能性もあります。それなぜかって言ったらね、表層に骨とか掘り出したら食われるじゃんっていう話。 これ、ヨリロイさんの動画を見れば明らかなんですけど、食われるじゃんって話ね。せっかく掘り出したやつが食われちゃうわけでしょそしてえ、ご家族に届けられないどころか、えー、まあ、こういう証明はできるよね。野生鳥獣が関わってましたっていう証拠映像は撮れるかもしれないけれど、そ,そ,れ,それを撮った瞬間に、山梨県警何やってんだって言われるから、だったら野生鳥獣を撃退するようなものをそこに置いとかないといけないので、 でその置いてるポイントが私から知ってみればずれてますよっていう話なんですよ。<laughs> ずれてますよっていう話なんで、いろいろあるんですけど、規制線のポイントはおそらくこの黄色です。この黄色のラインのところに規制線のポイントが貼られています。だだからここだけです要は えここの区間しか線張ってないのに規制線を張っているってあまあその他の林道とかあるよこことかねこっちにもあるんじゃないかっつったし、えー、今も問題になってるここねこことかもあるわけですけど、えー、この沢自体枯れ沢と呼ばれてる沢ってどれですかって話これは軽くざっくり見積もっただけでこれだけあるわけこの赤い線枯れ沢です <laughs> このこの線軽くざっくりここだけを見積もっただけでこれだけあるわけですよ この本数。これね、もっとあります。正直、もっとあります。その確認できないやつね。では、どこですかって。で、この枯れ沢のうちのどこに規制線を張ってるんですかたったこれだけです。おそらくこれよりも短い。これ、わかりやすいように線長く引いたんですけど、もっと短い。 じゃあ普通にじゃあど,こをど,どこをどうやって入ったんですかっていう弥勒さんの疑問になるわけね。あなたが規制線の内側に入ってますとか現場荒らしてますっていう人はじゃあ現場はどこでどのようにすればいいかって分かるんですかって私のコメントとかにくださる方ね。もしくは弥勒さんに対してなんか文句言ってってるアンチとか、えー、山梨県警に弥勒さん、こういう弥勒さんがね、弥勒の約束手形というやつが、えー、規制線の内側に入ってそして動画撮ってますよって言ってるじゃあその規制線 線はどこなんですかっていう話で私が見たのはここ黄色でこれを証明できるのはおそらく弥勒、えー、さんはできないだって弥勒さん勘違いしてるから <laughs> 自分が行った場所勘違いしてるから <laughs>、えー、それは大湖侵入会の大浅だしそれは違いますよって多分来れないと思うねだって勘違いしてるから勘違いしてるからねでこれ言えるのはその現場に本当に上がってっている人かもしくはペットボトル,ペットボトル野郎たち が分かるとということになりますまずはこれ動画ですね、規制線のポイントはこれで、しかもこんなに長くないです。これは多分地上100メートルまでいかないですけど、50メートルぐらいの線ですけど、実際はそんなに長くない。えー、だから入り放題でしょでだからこれ、これどこを守ってるんですかってのは全然分からないでしょこれだと。はい。そういうことになります。以上です。